先週4月9日の火曜日から14日、おととい日曜日までアメリカに行ってまいりました。その内容でございますけど、もう報道でご案内かと思いますが、宇宙分野の日米連携について、アルテミス計画、ここにおいて日本が与圧ローバを提供する一方で、アメリカが日本人宇宙飛行士の2回の月面着陸の機会を提供することなどについて規定しております。与圧ローバによる月面探査の実施取り決め、これに署名をいたしました。日米共同首脳声明におきましても、日本人宇宙飛行士が米国人以外で初めて月面に着陸するという共通の目標が発表されたことと合わせまして、日本の有人宇宙活動を一歩先に進めることができたものと考えています。また、日米間での国際頭脳循環の促進を含めた連携強化のために、アメリカのエネルギー省では、AI やハイパフォーマンスコンピューティングの協力進化のための事業取り決めに合意をし、署名するとともに、日米協力によるフュージョンエネルギーの早期実現のための共同声明を発表いたしました。最後に人的交流の強化に関して、首脳声明において1200万ドル規模の教育交流基金、ミネタアンバサダープログラムの創設が発表されたことも踏まえ、日本語教育や留学生交流が盛んなアメリカン大学において日本語プログラムを受講する学生らと意見交換を行いました。日米間のグローバルなパートナーシップにより、文部科学行政のフロンティアを切り開いていけるよう、今回の出張の成果を実行に移していきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。それでは幹事長の読売新聞から一部質問させていただきます。はい、今の冒頭とも絡むんですけれども、岸田首相が先週の12日、日本人留学生の経済支援を充実させる方針を表明されました。アメリカのトップクラスの大学院で学ぶ理系学生の奨学金を、大幅に拡充することなどの支援が想定されますが、この方針に対する大臣の受け止めや期待などを改めて教えてください。はい。ちょっとこの最近、その日本人自体がですね、観光客も含めて、海外に対して出ていくという意欲がちょっと下振れしてきているということを、寂しく思ってた次第でございますけれども、今、ご質問にもありましたが、その名古屋大学グローバルキャンパスのように、海外で学ぶ日本人学生の受け入れ先となるとともに、我が国の大学の海外における認知度向上に資するような取り組みは大事だと思っております。当初では本年度から大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業を開始し、海外キャンパスを活用した我が国の大学におけるグローバルな教育活動の支援をしておりますが、留学生に対する経済的支援の拡充についても、日本人学生が積極的に海外へ留学することは、日米両国の将来を担う人材を育成する観点からも意義がありますし、そして何よりもやっぱり交流するということ、Seeing is Believing、百聞は一見にしかずでありますから、相手の国、訪れるということも大事ですが、やはりそこに滞在をするということは大きな意義があると思いますので、総理の発言をもう踏まえまして、われわれ文部科学省としても、しっかりと対応していきたいと考えています。以上です。ありがとうございます。それでは各社さんからの質問をお願いします。質問の際は社名と、氏名を名乗ってからお願いします。じゃあ、はい、奥の方から、ありがとうございます。教育新聞の山田と申します。よろしくお願いします。はい、滋賀県の小山市の中学校で、新年度の3年生のクラス分けを発表したところ、保護者から同じクラスになった生徒同士の間で、人間関係の問題があったと指摘されて、クラス分けをやり直すということが報道されています。福岡でも同様の事案が、昨日あったと報道されていますが、いじめのような深刻なトラブルがあれば、クラス分けの際に考慮する必要があるようにも思いますが、一方で、学校が把握しているすべての事情を考慮したクラス分けを行うのは、困難であるとも想定されます。
クラス分けでこうした児童生徒の関係性についてどこまで考慮すべきか、今回の中学校の対応についての妥当性を含めて文部科学省としての見解をお話しいただけますでしょうか。はい、今ご指摘の点につきまして、報道を通して承知はしておりますが、詳細な状況については我々、把握しているものではございませんから、個別具体的なコメントということは、今の段階で我々できることではありません。その上で一般論でありますけれど、クラス替えにつきましては児童生徒の実態あるいは各学校の実情等を勘案しながら、基本的には教育上の観点から各学校長の判断で行われるものであります。生徒指導提案におきましては、あらゆる場面において児童生徒が平等な立場で互いに理解し信頼した上で集団の目標に向かって励まし合いながら成長できる集団を作ることが大事としているところでありますので、文部科学省としてはその趣旨を踏まえつつ、各学校において児童生徒一人一人が安全かつ安心して教育を受けられる学校づくりをそれぞれの学校で進めていただきたいと考えているということでございます。はい。はい、どうぞ。毎日の会と申します。お疲れ様でございました。日本大学の関係で一つお伺いしたいんですけれども、日大で不適切契約が明るみに出ました。2022年か23年度に外部の業者との契約で不適切なその業者選定が繰り返されていたということが内部監査の報告書から明らかになっています。21年度にも刑事事件にもなった適切な契約等が明るみに出て、ガバナンスを強化していた中で同じ体質が残っていたとも言えるかと思いますが、その件に関しての受け止めと大学に対して今後どのような対応をされていくか、指導などする考えがあるのかお聞かせいただけますでしょうか。はい、今ご指摘の日本大学で作成された内部監査実施報告書において、一部の学部等で業者選定にあたり不適切な手続きがあったと指摘されたことは承知しております。ご案内のとおり、日本大学では田中元理事長らによる不祥事が発覚して以降、内部監査制度の強化や管理運営の改善に向けた取り組みを進めております。ですから今回のこの内部監査実施報告書もその一環で出てきたものと思われますが、引き続き社会からの信頼回復に向けて努力していただきたいということでございます。重ねてになりますけれども、文科省として何かアクションをされるようなことは特にどうお考えではないということですか。はい、日本大学さんがその内部で、自分たちで、自浄作用と言っていいかどうか分かりませんが、元学長の事件を踏まえて、そういうようなことをなさるようになっているということでございますので、日本大学さんの方での、対応、これをしっかりしていただきたいということで、我々としては今この段階で何かするということは考えておりません。よろしいですか。それじゃあ、続けてで申し訳ございません。またちょっと別な件なんですけれども、民法の改正案についてお伺いします。国会で審議中かと思うんですけれども、離婚後の共同親権の導入が盛り込まれている民法改正案で、その高校の就学支援金制度を利用されている、あるいは利用を想定している保護者の方から、対象外になるのではないかという不安の声が上がっているようなんですけれども、この点について、どのように受け止められますでしょうか。合わせてその受給の認定の実務についてどのようにその子どもの不利益を生まないようにするか考えれば教えていただきます。法制はまだ先のことだと思うんですけど。その高等学校等就学支援金は親権者等の収入に基づいての受給資格の認定ということでございますから、
まあ、そのまあ、共同親権で2人の親ですね、両親がということであれば、その合算親権者2名分の収入に基づいて判定を行うということに当然なると思います。まあ、他方そのまあご心配の向きが具体的にどういうことかよく分かりませんですけど、まあ例えばその何らかの理由でですね、その相手さんからですね、それはあの男女どちらがどちらかということは別にして、DV だとかいろんな関係でその共同親権になって、まあその後なんでしょうかね、まあ共同親権のところを決めるところまでは多分離婚の段階では行くんでしょうけど、その後何らかのトラブルがあって相手さんとまあ連絡が取れない、その他まあそういうことになった場合にはですね、個別のケースでの対応ということで、まあ法務省その他と相談をしながら対応していくということになろうかと思います。それじゃあよろしいですかね。じゃあ以上で会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。